悪くない。昨日の店の用心も。公正なゲームの結果だよ。いいのかな。昨日の彼、店のオーナーだろ。随分と血圧が上がっていたように見えた。察するに痛めつけろってオーダーでは。ははそれはどうかな。軍人崩れか。腕は立ちそうだが、あの程度の店でくすぶっているとは気の毒なことだ。とはいえ結核を患った母親を養っていては、スズメの涙の消費年金では足りないのも無理はない。そのコートは軍の支給品で、体に馴染んだ具合からしても古着ではなく君の私物だろう。またここに来る時の足音を聞く限り、右足に障害があるが、筋肉のつき方からして生来のものではない。察するに恵まれた体格を生かすべく軍に入隊したはいいが、怪我を負って状態というところではないかね。そしてその右足だが、トラウザーズの膝に繕いの跡が。メイドを雇う余裕はなかろうし、針仕事に精を出すタイプも見えない。結婚指輪もなし。なら恋人は。いやいや、ステッチに添えた刺繍が古い流行だ。順当に考えて母親の仕事と見るべきだが、ただ年配の女性にしては運針に難がある。何度も中断しながら繕っている。その理由を探すと目につくのがコートのポケットに突っ込んだ眉あずまよけのベールだ。裾が少し見えているが、その模様は独特だからすぐにわかる。天然痘に効くとの触れ込みでパリなどで出回っていたけど、最近は結核患者にも評判だそうだね。あいにくインチキだよ。アヘンチンキよりはマシかもしれないが、同じ金額を使って清潔な生活環境を整えた方がずっと効果的だ。しかし君はなかなか面白いな。何より有望だ。ちょうど手頃なルームシェアの相手を探していたところだし、君に頼もうか。何よって、今言った通りさ。代わりに君の秘めた願望を叶える手助けをしてやろう。そう、君のその自分の力を存分に振るいたいという手助けをね。記念すべきロンドンでの最初の一人だ。受け取れ我がギアスを。
我が名はモリアーティ。プロフェッサーと呼ぶがいい。わからん。薬品の名前というのはどうしてこう揃いも揃って複雑怪奇なものばかりなんだ。いや、合理的な法則性に基づいてはいるんだろうが。何の用だ。彼のことなら何度も説明したはずだ。いいか、彼は名探偵じゃないし、そもそも探偵でも何でもない。本人に言わせれば発明家で、俺に言わせればただの変わり者だ。当然、巷を騒がす殺人鬼なんかと関わる予定は、これっぽっちもない。
できたぞ、新作の完成だ。今回は会心作だぞ。さあ、見るがいい。まあ、そこに置かれれば嫌でも目に入るな。今度はなんだ？さっきの爆発音からして、いつもより危険度が。そうだな。危険？とんでもない。操作さえ正確なら完璧にコントロールできる。安全そのものさ。逆説的になるが、完璧にコントロールできる安全性の高さこそ武器に求められる一番の要素だからな。武器？いいか、これはいわば電気の剣だ。こっちの箱が電源で、この剣身が電極になっている。高電圧を発生させ、電極に触れた相手に痛烈な電気ショックを与えることができるのだ。できるのだじゃない。なんでそんな危険なものを作った？さしずめ、エレクトリックソードといったところかな。略してイーソードと命名しよう。とはいえ、これはまだ試作品。次は電源を小型化して一体化を。質問に答えろ。僕の発明に理由などない。発明とは発想であり、発想とは飽くなき知識欲の果てに訪れる典型だ。典型に理由を求めるなんてナンセンスだよ、コナン。つまり思いつきで作ったということだな。それに繰り返すが危険じゃないぞ。刃物なんかよりずっと死ににくい。死ににくい、実に頼もしい言葉だ。待て、アーサー、なぜそいつをこっちに向ける？今押したスイッチは何だ？なんかすごい音がしてるぞ。説明するより試した方が早いだろ。だったら自分で試せって。火花！バチバチ火花が飛んでるじゃないか。それのどこが安全だ？大丈夫だ、電圧は十分低くして。おかしいな。おい！マリーも、こんな時に記者根性を出さなくていい！
好奇心は発想の種だからな。Thank you.
まあいいさ、前金ももらったことだしな。日暮れまではまだ間がある。コナン、こいつを吸い終わったら仕事を始めよう。ジャック・ザ・ナイトメアの件、あんなに嫌がってたってのにどういう風の吹き回しだ。
ちょっとした依頼があったんでね。一番新しい事件のことでいくつか教えてほしいことがある。またにしろ今は忙しい。何、気を使わずとも結構だ。聞きたいことだけ聞けばすぐに退散するさ。あのな、その時間がないって言ってるんだ。妙だな。昼間からパブに入り浸る時間はあるというのに。昼間の話じゃなくて今時間がないんだよ。第一、なんでパブに寄ったこと。いちいち解説するまでもない推理だが、簡潔に言えば酒臭い。Thank you.
さて警部、家宅捜査は部下に任せて大丈夫でしょ？本来の要件に戻るとしよう。
アーサー、これはまさか被害者の？しかし犯行現場はプリムローズヒルだったはずじゃ。この時間に警部を探すとなると、まずは馴染みの酒場かな。問題はあの男の馴染みがウェストミンスターだけで10件はあるってことだが、仕方がない、探し出して酔いを覚ましてやろう。警部、どうしたんですか？待ちたまえ警部、今電気炉の出力を上げよう。先日調整したばかりで新しい桜ライトをたっぷりと。お前の変態電気暖炉はいらん。暖炉ではない、これだけでベーカー街全ての電力を賄えるゴージャスかつスペシャルかつ大層ご機嫌な。俺が要求したのはウイスキーとかブランデーの方だ。あー、もういいや、自前でやるから。って警部、なんで普通にスキットル持ち歩いてるんですか？勤務中ですよね。
沙汰してます、ミス・ハドソン。面と向かって言えるわけないだろ。心臓が破裂するわ。来てくれコナン、手紙を回収しよう。待ってくれアーサー、依頼はもう。あいにく発想の種が芽生えてしまった。好奇心がね。
なんてことだ。何度も切り結ぶもんだから中の回路が…って、待つんだウィリアム・クラム。この手の活撃は僕の担当では。だからちょっと待って、助けてコナン。たく、火遊びも大概にしろ、小僧ども。軍以外で火薬式の拳銃を見るとはね。年代物だし、ひょっとして革命時のものかい？おうよ、おかげで命拾いしただろう。これに懲りたら少しは慎め、いろいろと。助かりました、警部。正直危ないところでした。礼はいいから先に物証だ。例の手紙は本当にあるんだろうな。これでなかったら、まあ今となっちゃないならないでどうにでもなりそうだがよ。ここまで来ておいて後には引けまいよ、コナン。その壁のはめ板だ。おそらくすぐに外れる。なんだこれ。視界が狭い。こっちは本物らしいな。どういうことだ、アーサー。さて、まさにナイトメアだね。この事件は僕の想定以上に奥が深そうだ。
彼女は、クロエは、かなりいいところまで行っていたようだな。惜しいことをしたよ。とはいえ、ウィリアム・クラムの急変がギアスの効果かは微妙だな。単に彼女の狂気に当てられたということも十分に考えられる。彼女は確か暗示術の覚えも悪くなかったはずだ。まあ、何にせよ見物ではあった。久しぶりに楽しい時間が過ごせたよ。あいつがいるとは思わなかった。これも縁か。世の中は幻妙。